皆さんこんこにちは2019年ウルトラ合格フルコースの全貌ということですね、えー、今日はですね、えー、私の方からですね講座のご紹介ですねさせていただきます。えー、担当するのは講師の水野と申ししますどうぞよろしくお願いします。 でまず、今年の卓球試験2019年合格目指してですねお、えー、勉強これから始めようということで、えー、講座、うん、お金出して受けようかなどこの講座受けようかなどういう講座受けたらいいのかなって、ね、お悩みの方は当然いらっしゃると思います、まあそこでですね夏からの講座でこのレックでメインの講座にすげている講座、うん、この2019ウルトラ合格フルコースというねそれの内容を説明させていただきます。ままずパンフレットなんですがペページ17ページジ見開ききにししてて、ね、お持ちの方はいただきまして この合格フルコースというのが一体どういうものが入っているのかという、ね、お話でございますで。まずはこれ当然ですねこれから試験を受けるっていうのにあたって理解をしないと、えー、なおの問題いきなりやってもやっぱ難しいですよね。うん、だから理解をする要はこの理解をするためにまずは短期合格を目指すスタートダッシュ講座っていうのが3回。あの宅建試験って権利関係宅建業法 法令上の制限税その他というね、大きく分けて3分野あるんです、ね。その3分野のまずは全体像をつかむというのでスタートダッシュ講座というのがあります。で、これ全体像っていうことはなんか別になんか大したことやんないんじゃないのと、うんいや意外と大事ですね。あのこのスタートダッシュ講座って全体像をまずつかむことによって、その分野の特徴をつかむ、そして大事な言葉とかの意味を捉えるということで、このスタートダッシュ講座はやっぱりねあの初めての方はやっぱちゃんと見る。 で見ていただくと、あこれからやる勉強はこういう勉強なんだっていうね。結局いきなり本論に入るとね、格論に入ると木を見て森を見ずになって、何を今やってんだろうって見えなくなってくるんですね。そこでまず全体像ザラーっと全部ね、二時間半という時間でブワーっと権利関係、え、ね、もう一回で憲法、はいこれぞの宣言ませんブワーっと見て、で中身をウルトラ速習三十五時間の十五回で。 完成させていいいくというそういうそ流れでございますだからこの3回であの皆さんの中には当然もうすでに受験経験ある方もいらっしゃいますよね。で受験経験あるからこんなのいらないようじゃなくていやいや逆に受験経験あって合格してないから今見てるんですよね。いや合格して見てたらこんなの金は出しませんもんもね合格してないんですもんね。だから受験経験あっても合格してないってことはどっかが抜けてる。もしくはどっかが勘違いしてる。どっかが理解が足りないのかもしかしたらもう思い込んでる もうそうそだと思思いい込込んんでで違う知識をるる可能性があるだからちゃんとやっぱりインプットをね見直した方がいいですでこの35時間完成講座ってあのこれ15回でやるんですがスピード速いですなぜなら即習だから、はい、で卓球時間って全体で300時間で合格って言われてるんですよ一応目安ですけどねもちろんもっと短い時間で受かる人もいれば、うん、もっと1000時間やってても受かんない人は受かんないですけどねだけど大体300時間が目安なんですようん35時間 これ結構スピーディーですただこの35時間完成講座は隅々まで全部網羅はしません当たり前ですよ宅検試験ってすごいロいんですよ35時間じゃやりきれませんってただこの35時間完成講座ってちゃんと見て理解していただければ過去問題過去の問題過去問を7割満資8割には絶対到達します、うん、完璧に満点は無理ですけど7割8割にいきます でこのウルトラ速死書35時間完成講座をやることで過去問集ができるようになるで過去問をやってるとやってないことも出てくるあそれは解説見て潰していくという作業ですだからこのウルトラ速死書35時間完成講座はまずはこの法律そして卓研試験の基本的なところをちゃんと見直して大事なところを誤解なく分かりやすく理解しやすいように覚えやすく講座やっていくのがこれですでテキストが、あのー、こちらのね21ページある宅地建物取引所 いいう黄色いテキストですね、うん、このテキストでインプットでインプットは同時にこれ動くもン過去問題集というね問題集だからこれ大きく書いてある過去問題集ですね権利行法制限でインプットの講座はやっぱりインプットで時間がいっぱいいっぱいなんで問題をやる時間はなかなか講座内ではないんですけど皆さんはインプットの講座を聞いていただいたらすぐに問題集やるもう復習は問題集でやるぐらいの気持ちでやってみてください。 要は何回も本読んでるよりもこのテキストでざらっと全体像を見てしまったら講座でどんどん問題で詰めていくえ問題で理解して問題であこう当ててくんだって理解していくこれがね短期合格のコツなんでだからこれインプットやったらそのテキストをじとと何度も繰り返し読むよりも間違いなく問題集ガンガンやった方が定数すぐに上がってきます。ということでこの問題集も付属のテキストとして使うということです。 じゃあスタートダッシュやって全体像そしてウルトラ速習で中身を見ていく、ね、完璧ではない、ね、あとは完璧ではないのと問題を解くというのの姿勢を学ぶのが解きまくり講座ってんで,すでウルトラ練習解きまくりって6回っていうあのこれね実は少ないんですよ実は練習は。うん、だけどやっぱり速習なんであんまり長い時間年がら年中週何回も4回も5回も通えないっていう方のが多いんでね、うん、解き方をこれ。 アプローチの仕方、テクニック、そういったものをやるのが解きまくり講座です。だからあの実際問題、この2回、2回、2回、権利2回、業法2回、制限2回なんですよ。この講座の演習の問題だけで受かるかったらそんなに甘いもんじゃないです。ただ過去問をやるという姿勢を学ぶのに、この講座はやっぱり大事なんでね、うん。実際にインプットで覚えたはずでも問題を解けないと点数伸びないんですよね。 問題を解くという点でこのウルトラ速習を解きまくり、はい、2回2回2回と短い講座ではありますがございます。でこれをもとに過去問を皆様繰り返しやっていくんですがさあ8月終わり9月になってくると出た順必勝総まとめ講座っていうねこれ出てくるんですね。です問題演習なんで,すでこれあの12回って解きまくりよりねあの重い重く大きくなってるんですがこれあのただの演習ではなくて。 まず皆さんはインプット、要は理解する知識を仕入れる作業をやりますよねで、その仕入れる作業をやったらアウトプットしますよね今度出た順でえアウトプットをした後にインプットをするというこういう作業をやります要はインやってアウトをやったらアウトをやりながらインプットするというはあ、ちょっと分かりづらいですかねあの問題をやってこの問題は どの点を理解していればできたのっていう、でそれを図とかを見ながら、図表集とかを見ながらこれまとめていく。これが必勝総まとめ講座ってます。だからインプットで知識仕入れてアウトプットする。でそのアウトプットをやりながら今度はインプットに戻るというね。えー、これが効果的なんですよ。やっぱりこのデータ順って、まあ、過去問使ってやるんですけどね。 でその過去問も自分自身だと答えを覚えちゃって正解が3番だってもう覚えちゃうから何度かやってると3番だって覚えちゃうそういうのがないようにちゃんと一個一個丁寧になんでそうなるかっていうのを見ながらでここは何が必要かとで逆に過去問でもいらないっていう細かい知識があるんですよそういうのはいりませんということでね、うん、何をどこまでやらなきゃいけないかっていうのをアウトプットしながらインプットしていくこれが総まとめ講座ってがいま,ます。実践編ね ありますね3回とこれあの基礎,基礎編っていうのもあるんですけど、うん、もうあのウルトラ特集の場合はこんな何度もやってらないで実践キャラ入りますなかなか大変ですよもしね、うん、ただもしもしは点数取るるために受けるんじゃないいと思ってください特に夏から始めて仕事しながらだともしでいい点ってね取れないんですよ。あのよあの ごめんんなさいねね人によって違うんですけど、ね、例えば皆さんがすっげえ天才的で頭良くてもうちょっと見たら覚えて、はい、すぐパッパってできてもしも,もう夏から始めてもすぐ40点とかいく方もいるにはいるけどやっぱりレアキャラなんですそういう人は。やっぱりなかなかもしとかでね夏から始めてウろトラ速習でね点数ならないんですよ。もう最初はた点とか、ね 十三点十八点とか二十点やっと乗ったと、で、その二十点いって。三十点いくのがなかなかな超えない壁でね。うん、だから、こういう人もいます。合格したけども、模試で一回も三十超えませんでした。でも、結果的に四十三取りましたと。そうなんです。模試は何のために受けるか。もちろん模試っていうのは、多分予行演習ってイメージなんですよ。多くの方が。もちろんそうです。本番で緊張しないように模試で慣れておく、試験慣れしておく。っていう意味もあるんですが。 私はそんなのはどうでもいいと思ってるんです個人的にこれねあのごめんなさいこれはね私の価値観なんですけど私ねあんまり緊張しないんですよだから本番だろうが模試だろうが全然もう何もないんですよなぜならもう例えばこういう資格の試験とかであの10%未満の資格なのでちょっとやっぱプレッシャーもあるんですけど10%超える資格が自分が落ちるわけにという何か根拠のない自信なんですよだからもう本番だろうが何なんだろうが全然緊張しないんで予行演習なんて別になくてもいいと思ってるんです でもやっぱり模試は受けた方がいいんですそれはなぜかというと模試を受けることで足りない部分が見えるんです要は弱点が見えるんですだから模試はいやまだ勉強が進んでないしと受けても大した点じゃないからもう受けるのやめときますっていうのは本当にもったいないとかおかしいんです悪い何が悪いのか何が足らないのかそれを試すために模試を受ける それで弱点を補強して取らななきゃいけないけ問題正当率がねみんな半分50%正答率超えてるものを落としてたらいやー半数以上の人が取れてんのに自分取れてないやんなきゃっていうねその弱点を見つけるために模試を受けるんだから模試は中途半端なまだ仕上がりでも受けどくださいで受けてそれでそれを反省してまあ毎週のように出てくる模試がそれをやりながら模試点数なかなか伸びるのは大変なんだけどそれを頑張って復習してできるようにしてできるようにしてはい積み重ねで だんだん引き上がっていくるんです。で、この模擬試験もまあファイナル模試って最後はねあるんですが、それと同時期に直前対策。やっぱり試験って勉強してると直前なればなるほど不安なんですよ。で、その不安な時に直前対策。さあ見てください。究極のポイント三百。これどういうことかというとね、三百個ね丸罰問題があるんです。権利百、業法百、制限百と究極なんです。究極ってどういうことと。 やっぱり大事なななんですこれは知らいいという要は、まあ、あの3日間で、ね、2時間ずつやるものもあれば1日で終わらすもんですよ。うん、で1日でやるものは1日で例えば300ね全部権利行法制限回すとすごい十字架なんですよ。うわ1日で前半勉強したと、うん、でもちろん網羅はしないんですけど300きっちりとその知識が入ることで武器になるんです。 これはねこういうイメージというかこういう格言ではないですけどねあの知っておいていただきたいのが1万のあやふやな知識持っててもあやふやなんだと武器にならないんですなぜなら問題を見たときにあれ見たことあるな丸だけだバツだけだとそんなのは何の足しにもならないんですよところが300という少ない知識でもそれが確実になってれば武器なんですだってこの300でやったことが正解心もしてたら もう他の足は分かんなくてもこれだって選べますよね要は確実な知識を得れるということはこれすごく大事なことなんですだから直前期にえやっぱり1ヶ月切ったところで300のところワイ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 って講義で言われたらさすがに入るじゃないですか、うん、というのを狙ってます直前期の優先順位を得るためにこういうのやるそして全部1日でやれたーという充実感を得るためにやるそして太鼓の日定期中大予想会というのは何と予想って予想ってもしも予想問題として作ってるんです ところが、もしはこれね、あのぜひ作り方知っといてください。もしね、あの模擬試験って50問あって、50問取らせる問題なんて出さないんです。ファイナル模試もしっかり、実践編もしっかり、これ絶対取らないだろうっていう受験生が問題出すんですよ。あのこれ本試験もそうなんです。あの本試験50問出てきますが、50問全部取らせる問題じゃないんですよ。絶対取れないだろうっていうのを出すんですよ。なんでかというと、これ試験の問題。 難しくするために、これね、難問、幾問、変な問題出すんですよ、本試験で。それは何でかというと、合格点を七割ぐらいにしたいんです。あの、卓見試験で五十点満点なんですよ。で、合格点が、えまあ昨年三十七ってちょっと高く、過去最高更新しちゃったんですけどね。だけど例年は三十点から三十五点の間で合格点決まるように難易度調整してるんです、明らかに。で、それなんでかというと、本当に実力を測るのは 例えばね、二十点台で合格点、LA 難しい問題だと二十点台で合格するっていう年もあったんですよ。二十八点で合格とかねあったんですよ。でもそれだとね、勘でたまたま運良く受かっちゃう人もいるんです。だけどえ、やっぱ勘では受からしくないんですよね。やっぱり三十点は超えさせたいな合格点だと。で逆に三十五は超えたくないんです出題者は。あの昨年なんかはね。 改正点あんだけ出したのになんかみんなできちゃったなみたいなね。多分ねあの想定外だったんですよ。だから三十七ってなっちゃいましたけど、これ実際三十五よりね低くしたいんですよ。おなぜなら三十七とか三十八とか三十九とか問題が簡単だとね点数高くなんですよ。そうすると実力ある人でもケアレスミスで落ちちゃう可能性がある。だから三十六割から三十五七割の間で合格点をこれ決めるのが一番実力を測りやすいらしいんです。 だから30から35の間にしたいということは難問疑問を出すんですよだから模試も出しますいかに問題見たときにあこれはできなくていい捨てもんだっていう判断できるのも能力なんですだからね勉強って勉強のテクニックというか慣れてないと全部取ろうと思っちゃうんですねいや全部なんて取ってたら宅建試験は三ヶ月じゃ間に合いません、ええ、多分民法だけで5年ぐらいかかると思いますそれぐらいのものですだからいいやいやいらないところはいらないから え、難しいところ難しいんだからえ、それをいかに見た瞬間あ。これは捨てもあ。これは取らなきゃっていう。それも能力なんですよ。処理能力なんですよ。だから模試でもできていい問題できなきゃいけない問題とできなくていい問題とこれちゃんと出てくるんです。だからそういうのをね。あの模試では出す出なくてなくてもいい。問題もう出すからまあ、全部予想のわけじゃないんですよ。ところが体育の日、大予想会は50問全部本試験で取れなきゃいけない。レベルのレベルで予想の論点の問題です。 だから、もしと違って、50問、捨て問がないっていうのが体育の日の問題の特徴です。だから、これ問題やって解説やって、問題やって解説やって、もしみたいにね、2時間使ってはい、どうぞじゃなくて、問解、問解で1問1問50問潰していくという、まあ、実質的には5問免除はね、まあ、や,るやったりやらなかったりなんでね、えーまあ、5問免除のところは自分でやっといてって終わっちゃうこともありますがね、まあ、基本的にこの体育の日大予想会というのは、これ、50問、問解、問解でやっていくのが体育の日。そして とにかくロって、やっぱ直前に駆け込み講座っていうのが、これがですね、なかなかなんですよ。うん、これ前日です。基本、生クラスは前日なんです。前日まで勉強するのと、前日ぐらいゆっくりした方がいいんじゃないのっていう。あの、いろんな人には価値があるんですけど、あの前日だからこそ、私はこれはいい講座だと思ってます。 あの実はね、あのー、私レックの全体のね、あのー、もっと前からやってるスーパー合格講座とかマスター演習とかさまざまな講座やってますがね,ねこの講座ね一番好きです、うん、好っていうより講師が好きでもね上手が嫌いだったら嫌いなんですけどこれねいいんですよ何でいいかっていうと前日とかってはっきりましてねヤモヤしてるるんんでですすドドキキの本当に受からうと思ってね気合入れてね勝ち負けでいく本当に気合入れていくとこれね やっぱり直前緊張するんです特に前日で前日例えば家でゆっくりしようと思ってもやっぱりねなんか勉強しないと気が済まないんですよ大体人間っていうのはそうするとじゃあ勉強しなきゃと思って勉強するしようと思うんだけど勉強しようと思うとなんか緊張してなんか勉強できないからっていきなり掃除始めたりするんですよ、うん、なんか勉強しなきゃいけないなんか掃除とか始めるんですよで掃除とか始めるとね例えば懐かしいアルバムとかね 懐かしい漫画出てきて読み込んじゃうんですね「ああ面白かった夕方う,うわあ明日試験でゲー」みたいなこれがもう前日なのに「うわやべ何にもしなかったよ」みたいなそういうねもったいんですよ。このの点点アアッッププ講座って名前すすすごいいじゃないですかえ1日でか日るのと、うん、はっきり言ってね「6点」え「えこのテキスト全然難しいくないじゃん」と。 えこんなのは知ってるばっかだよ知ってるのはばっかだよとそう知ってるようなことばっかのところでも精神的にもアゲアゲなんですよよしこれはできるこれはできるアゲアゲになって翌日試験受けんのとえやべえどうしようどうしようもうダメみたいな感じで受けんのだとはっきり言って精神的なもんで実力ってそういううわもうダメとかやってると5点ぐらい下がります。 6点アップで上げ上げになってると気持ちで上げ上げになるから5点ぐらい平気上があるはっきり言って10点ぐらいの差がつくよようなな講座なんですよだからこの6点アップっていうのはあのやるんであれば前日の、ね、講座で通信で受けるんであればでも前日に通信を受けられるのがこれおすすめですだからあんまり前にやってもあんまり意味ないですよねこれたことは忘れないだから前日難しいことをやりだす人って多分ね容量悪い人なんです。 いいやー前日難しいこことととをね最後入れとこうと、うん、あのもちろんね大事なことで苦手なことを前日見とくのはいいんですよ。だけど難問を前日にとくってねほんとまずいんですよね。うん、前日は本当に調整程度その大事なことをうわーってね、まあ、2時間かける2回全部で4時間。 言われてまあ、それ以外の時間ね、自分のね時間でやることを決めてねやっていくとさあ翌日合格なんでございます試験で合格ということではいこのウルトラ合格フルコースはもう前日まで面倒見るというねもうフルのコースなんですだフルのコースまあ、とりあえずこのフルコース以外にもねあのこの何がなくなった直前がなくなったというパターンもありますがねまあそういうのは気になったらレックの方でねお問い合わせいただいてもしくはね学校来ていただいて宿教育相談いただいてね講座を 決決めめててててていいいいいいたたただだだままずは受かるとと、ね、合格していただければと思います、まあ、レック東京リーガルマンの皆さんの、ねえー、合格のお手伝いをできれば幸いでございますということで、はい、短い間ではございましたがね、えー、合格フルコースの、ねえー、お話をさせていただきました、えー、合格をお祈りしております皆さん頑張ってくださいそれでは、えー、本日講義お話はこれでおしまいでございます皆さんお疲れ様でした